カナダの国旗を持ったお客さんの姿もたくさん見えています。長野 M ウェーブ20番目最終滑走になります。ジャセイント・ラリビエールとレニー・フォスティーノのカップル、ペアです。ショートプログラムは愛の挨拶。スロートリプルサルコですね、はい、やはりあのカナダといえばサレとペルティエ組が一番手なんですが、今大会出場してませんから非常に彼らの順位が気になりますね、はい、このラリビエール・フォスティーノ組は今年のオリンピックは10位という成績が残っています。ましたね、はい、サイドバイサイドのトリプルトーループ。起きます M ウェーブ、ゆったりとした時間を使って情感たっぷりにその演技を伝えてくれました。カナダラリビエール・フォスティーノ組です。さあそれではもう一度プログラムの方を振り返っていきましょう。最初のスローのトリプルサルコでした、はい、これがサイドバイサイド、必ずどちらかのジャンプのタイミングを見ながら飛ばないと調和が取れませんね、はい、出ました 4.8 から5.3 という得点になっています。第1採点リクワイアードエレメンツ。さあプレゼンテーションです。また大きな拍手。こちらも 4.8 から 5.3 という得点になっています。あ、笑顔を見せています男性のフォスティーノ、現在8位ということになりました。ちょうどこの上がカナダのチームが陣取っておりまして、大きな声援を送っておりました。それではペアショートプログラムのおさらいをもう一度していきましょう。まずはトップは中国の新設超紅白組、2位にロシアのトットミアニナ・マリニン組、3位がアメリカのイナ・キョウコ・ジョン・ジマーマン組という結果になりましたが、小川さん、このあたりどうご覧になりました？